1889年、ジョーダン・がモーゼス・フリート・ウォーカー。ここでは、1890年にニューヨーク州シラキュースを本拠地としてアメリカン・アソシエーションに加盟していたシラキュース・スターズについて記述する。このチームは、1879年に同名のシラキュース・スターズがナショナルリーグで1年だけ活動して解散した後、1880年代に、 入ってからマイナーのインターナショナルリーグに参加していた球団で1888年にはメジャーリーグ最初のアフリカ系アメリカ人選手だったモーゼスフリートウォーカーが所属していた。同年スターズはナショナルリーグのシカゴホワイトストッキングスとのエキシビションゲームを行ったが当時ホワイトストッキングスを率いていたキャップ・アンソンがウォーカーが所属していることを理由に対戦を 拒否するというトラブルを起こした。ウォーカーは、シカゴとの試合には結局出場せず、マイナーリーグでのアフリカ系アメリカ人選手排斥の流れを受け、翌1889年にはチームを離れている。1890年にシラキュースは、アメリカンアソシエーションに加盟。加盟の際フィラデルフィア・フィリーズから投手団ケーシーや、内野手のキューピッド・チャイルズらを補強した。チャイルズはこの年、 リーグ最多の33本の二塁打を放ち、打率345を記録する活躍をしたが、二人の先発投手団ケーシーとジョン・キーフが勝ち星を伸ばせず、チームはこの年9球団中の7位の成績に終わった。球団は1年で破綻し、オーナーで監督も務めたフレーザーはおよそ2万千ドルの損失を出したとされている。ありがとうございます。